皆さんこんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の人生に何だっけ続けてなんか今日ねおかしいんでございますよ、はい、より良い人生になるようにということで、3次元のレジェンドを迎えしている番組でございます。かずたま式大和式かずたま術の八代美恵子先生の第2回目よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、1回目は由美さんの、大まかな、人生について赤裸々に赤裸々にもうね当たりすぎてて面白いっていうのと、実は収録の合間に先ほど私もやっていただいたんですけど、どうもこれ結婚していい時期とかが生まれながらにして、決まってるみたいなんですよね。でその時期を外して結婚した場合NG になるといやでも私適齢期で結婚したら NG になっちゃったし、まあでもね、何があれだったのかな、国産じゃなかったから高山種植物だったんですいません、はい、ということで、由美さんを、今回も掘り下げてですね、結婚だけではなく幼少期のことも全部わかるということで、よろしくお願いします。0歳まで遡って、ここになんか小さい時に由美さんの写真とか出せないですか、持ってきます後でまず0歳から3歳までの、基本版は0歳から19歳、20歳から59歳、60歳からそれ以降と3つに分かれます。で子供時代は誕生時の基本版になります。で由美さんの場合は子供時代は火で育つ、自分で考えて自分で行動するという成長の仕方をします。だからあまりアドバイスをしすぎない、自分で考えさせるという育て方が必要ですね。そういう感じでしたか。あんまり覚えてないんですよね実は、でもまあまああんまりそんなに私いい子だったんで親もガミガミいろんなこと言ってなかったです。手がかかんないって言われました親から。で自立成長期ってあるんですね、そこが0歳から4歳、もう最初に成長してしまう自分を作ってしまう子供さんだから大人っぽいこと。あ、それは言ってました。なんか全然自分は記憶ないんですけど、写真見るとなんかものすごい物知りみたいな顔してるんですよ3歳か4歳なのにそうなんです。で親がこの子は何考えてるのか分かんないって言ってました。知っちゃったわけですね、もう小さいうちから。天気数値で分かれるんですね、5歳ずつ。そうすると0歳から4歳で成長する人と15歳から19歳の人ではすごい違いが出てるんですね。だからすごい大人っぽい子供さんと、すごいなんかいつまでたっても子供っていう落ち着かない子供さん、その違いが出てきますね。それも分かります。ユミさんの場合も大人になってで自分で決めていく子供さんっていう成長ですね。見た目もなんだ。そうですね。60歳から、60歳からは天の人生に変わるんですね、流れを大事にして流れに向かっていく、抗わないというのが大事です、そしてあとは、目的とか行動は受動だから人の力も思いっきり借りるなんですけども、手段が主導に変わるんですね。だから自分のやり方、自分のやり方でやっていくという人生に変わります。今までのやり方も割とお任せで、人がどういうやり方だろうと結果だけいただければいいですみたいな、そういう感じだったんだけど、そうだからね、会社でも私ね、割とあんまり細かいことはもう全然何も言わなくて。よっぽど私が反対するときはよっぽどのことで、年に何回もなかったです。どうぞどうぞ勝手にやってみたいな感じ。それは気にならないから気にならないのと、あとそれで例えば私がこうした方がいいんじゃないって言っても相手納得しないし、で自分で失敗しないとわからないから、失敗させるためにもどうぞどうぞみたいな。そこは今度自分に変わります。そこは自分でやりますぜみたいな、ね、私のやり方で変わります。60歳以降の方が、そしたら、そうですね。
62歳、63歳で転換期が来るんですね、はいはいはい、そこでちょっと人生が変わるっていうのが入ってます、はい、どう変わっちゃうかな、ね、どう変わるんでしょうね今は、はい、ご結婚はあ、しないです。え、まさかの結果、まさかのしたら、してもおかしくないですよ。受けるそしたら私の言うは今さらって今さらだよね、もういいわいみたいな、あるかもしれませんね。あんたもおかしくないんですよそういうこと、そういう、一応そういう場にはなってます。なるほど、したらこう放送するわそうですね、パーティー的に私主催して応募してます、なんだっけここにあの募集してくださいみたいなそれを予言してましたはい、どこの場所にどの数字が入ってるっていうので見ていくんですね、はいはい、まあ、この体がここ4の場所になるんですけど、はい、4の場所に4とかが入ってきて、はい、結構そういう感じですね、出会ってるからね。え、ちょっと待って、61カニで結婚っていうことは、いや、2、3って言ってますね、2、3ですね、2、3、まだまだ先だよ、6年先だよ、6年先だよ、まだ大丈夫です見守りたいそうですね、もうさ、でもさ、めんどくさいよね、もう今更ね。まあね、でもね、なんかでも大きな転機はここに入ってます。あ、なるほどですね、うん、めんどくさいとか言っちゃいけない、人生にめんどくさいことはない、うん、そう60歳からの人生は自分のですね、何か挑戦すること、きっかけを作るとか、そういう挑戦するっていうのがテーマに入ってくるんですね。60から普通挑戦しなくてていうかもう私もう十分、実を言うともうやりたいことを全部やりきって挑戦したいことを全部やったんで、もうやることないっていう今境地なんですけど、まだやんのと障害体験学習なので生まれ星がね、ご苦労さんたちで、ね、障害体験学習だから60代でまだ私なんかやりたいかも、体験学習はまだまだ続くと、そうですね、やっぱ田舎暮らしかもしれないよねでもずっと都会で、うん、大きくなってた方で、うん、私は移住してきたんですよね、震災のボランティアの関係で、はい、うん、それまでずっと、もう本当にコンクリートの中で、うん、仕事をし、生きてきたんですけど、うん、そういう転換期ってこともありますよね、うん、あります、引っ越しとか転職とか、うん、そういうものですね、うん、もしかしてこれからお笑い芸人とかバレリーナとかバレリーナですねただ62歳で準備をして、63歳で転換をするみたいな、素敵、うん、そんな感じですね、はい、頑張ります。ユミさんに会うと思ったら山の奥行かなきゃいけない、会えないらしいよ楽しみです、うん、じゃあ先生、あと私とあやちゃんの共通点みたいなとかって、なんかでも共通点、役割一緒なので、やっぱり2人とも歩みやすね、うん、自分のやりたい自分の道で成功して人を巻き込んでいく、うん、そういう、だ人を巻き込んでいろんなことをやってる、私巻き込んだつもりないんだけどな、いやー、でも後ろを見たらいっぱい死体が死体なんだダーってブルドーザーのようにね、前に進んで振り返るとあれみたいなね、うん、同じ開拓層でも2の開拓層もあるんですね、はいはい、2の方は自分なんですけど、はいはい、7は人を巻き込むことになるんですね、はいはい、すごいパイオニアになるという、うんうん、まあいろんなこう番組でね、うん、いろんな占いだったり、うん、こうタロットだったり、うん、いろんなのを見ていただいてるんですけど、うん、比較的ベースが似ていて、うん、そうですね、そうなんです、うん、じゃあ逆に違うところっていうのは どこが一番、うん、違うところ、はい、ユミさんは、ま、もう目の前に来たらやっちゃうんですか、はい、きちんとアリアさんの分析をして、もうさすが保険マン金融マンですからね、長らく考えると考えないやれちゃった、いいんだやれちゃったでも龍博士にもね、この間なぜ成功する人は神社に行くのかっていう、はいはいはい、本会で闇遊兵先生がお友達ですね、番組に出ていただい
たんですけど、彼にもなんか、うん、その似ているようで、うん、こうそうなんですね、のうん、きちっと噛んでるからって、うん、そうなんですね、うん、考えないんですよ、大体この風の人は考えないです。いや、それで失敗はしないんですか。でも失敗はするんですよ、挑戦するだから、する、うん、もう山のように失敗するんだけど、うんうん、失敗したらどんどん修正して前に進むから、うん、後ろにはいかないの、うん、そう、私その考えないかも。修正して前に進む、うん、修正して前に進むなので、うんうん、はい、失敗だらけですよ。挑戦っていうことは失敗はつきものだから、はい、うん、でもこの数、私もなんですけど、はい、師匠もなんです、はい、あら、この数の師匠が5人なんですね、だから、うん、でもどんどんやっぱりいろんなことをやって前に進んでいく、はい、うん、数です。で、皆さんも直感でもありますよね。あ、うん、あ、そうそうそう、うっすらと、うん、直感型だと思う。ちょっと今塞がってますけど直感あります。6番地っていうのがあるので、うん、内面は9です。あら、嫌い、そうね、うん、そうそうだと思う、そうだと思う、嫌い、私ボツが嫌なんですよ。私もピュアなんですよ。そうなんです、ピュアなんです。私たちこう見えてピュアなんですよ、うん、そうなんです。2人とも一番つって持ってるで、うん、純粋ピュアよねっていう話をしてきたのよ午前中。そうなんですね、真面目に来てまいりましたよ。ピュアだと思います。違った。あとはですね、逆に私たちがこう気をつけた方がいいこととかって何かありますか。あ、それ聞きたいですね、生きていく上で。ユミさんの場合はやっぱり、まあ、ちょっと考えましょうか。やる前に少し考えましょうと。はい、気をつけます。ちょっと考えた方がいいですね。そうですね、一瞬考えないと。一瞬一瞬も考えないとすごいよね。そんな人いるんだね、やっぱり。私ね、バレエでも好き勝手に踊ってて何も考えてないでしょって言われた。バレエってだってさ、団体プレー、チームプレーじゃないですか。いやあの、なんていうの、基礎のバレエスやってる時とかも本当にね、好きなようにやっちゃう。だからダメ、もっと理屈をこう入れないと。あゆさんの場合は成果が出るかどうかっていうのが重要なんですね、バランスってね。で、嘘とかごまかしとかダメなんですよ。バランスが大事なんだけど、その枠を少し広めてあげる。自分の基準って結構あって、ここからはみ出てるのがちょっと許せないなみたいな。もうね、嘘とかごまかし見つけたらね、すぐね、ってやると思うんですよ。それちょっと緩くしてあげましょうっていう。そう、握りつぶすって言ってたもんね、さっきもね。もうね、そういうの見るとね、あれ、ダメだよってね、顔殺しみたいに殺しちゃう。嘘とかごまかしてみたいな。じゃあ、ちょっとその、もうちょっと少しね、許すところ、うん、私は考える、許す。テーマは見つかりました。すごい、すごいなっちゃった。あ、面白い、面白いですね、はい、もうあの考えない由美さんと、はい、怒る話。すいません、本当にいい反省でございますけれども、はい、面白すぎる、はい、もうちょっともう一回先生、もう一回延長させていただいてもよろしいですか。はい、すいません、ちょっと第2回目、はい、一旦終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。3回目はですね、先生がなぜこの道に入られになったかとか、カスタムすげーって言ったんですよ、私も。ちょっと鑑定してもらおうって東京に行ったんですね、